こんにちは、セイクレンドドグラウンドのンです。今回は音声のみで進めていきますが、話の題材はですね、ホンダのフォーク11、フォーク11という車両ですね。この車両をご存知の方も多いでしょうけれど、ベースとなっているのが CRF1100 のエンジンで、車体自体は NT1100 と、まあ、ほぼ共通みたいな、そういう内容の車両です。で今回依頼いただいたその題材はですね、 以前にも CB1100 で依頼いただいた方だったんですけれど、今回は前後ショックをオーリンズにしたいということでした。そういった中で、こちらの提案として、フロントフォークはオーリンズの FKS というカートリッジ、リアショックはリザーブタンクをつけたいということだったので、BMW のモノショックでリザーブタンクなしをです、ね、ベースとして、車高調整をつけ、で伸びとイニシャルは最初からあったんですけれど、リザーブタンクをつけることで、コンプレッションアジャスターもつけることができました。 その他タイヤに関しても助言とか相談をしたいということで、まあ、いくつかですね、私の好みとか、そういった話もしたんですけれど、お客様としてはミシュランで考えていらっしゃったので、そういった点から、ですね、まあ、あの私自身好きなタイヤを何点か挙げた中で、街乗りとして非常に好ましい特性を持っているパイロットパワー 2CT、これは私たちのこのセークレットグランドではおなじみのタイヤとも言えるんですけれど、これを提案したと。 で合計がですね、税込みで88万円、まあ、ほぼ90万円だったんですけれど、まあ、非常に高額にはなりましたけれど、その分の見返りは十分にあったというところを、これから具体的に話を進めていきます。フロントフォークはどういったことをしたのかというと、お客様の希望のオーリンズの FKS カートリッジを取り付けるということと、あとはですね、インナーチューブのコーティングを施したい、金色のオーリンズのような色にしたいというところもありまして、それも同時に進めています。 スプリングは9.5ニュートン、まあ、1キロはいかないけれど、まあ、0.97キロ弱ぐらいで、まあ、V 型ではないんですけれど、2気筒の車両としてはややハードめではありますけれど、それでもですねあの V 型と違って、この CRF のエンジンは、パラレルツイン、並列の2気筒で、あのフロント荷重がちょっと稼ぎやすい、そしてネイキッドっぽい形をした。 まあちょっとスポーティーですね。NT1100 とか CRF と比べると、ややこうスポーツ性を重視しているという面がありますので、アスファルト路面におけるスポーツ性ですね。だから、9 5ンぐらいであれば、かなり調子がいいだろうというところもありました。これが完全な V ツインだったら、まずまあスタートを9ン0.9キロ近辺から始める方がいいだろうというのはあるんですけれど、今回は結果から言うと、非常に良い動きをしてくれたので、えー、9 5ンという。 設定は悪くななかったなといいう,うに考えていますでフロントフォークの FKS っていうカートリッジは、まあ、このクラスとしては最安価、廉価版とも言えるんですけれどこの上の FGK とかと比べる FGR ですね FGR と比べて何が違うのかっていうとトップキャップの、まあ、デザインとトップアウトスプリングがあるかないかそれ以外は基本的にコーティングとかピストのデザインと一緒なのですごく まあ費用対効果の高い部品というところもありまして、案外ですね、私この FKS っていうカートリッジ好きで、好んで使ってますし、お客様にも提案しています。実は、自分のオーリンズの成立フロントフォークにも、この FKS のカートリッジを流用して、内部をですね、倒立フォークのような構造の,あの原子力発生機構を取り付けようというふうに考えて、BT の改造に着手しようというところです。 まあそういったこともありまして、えー、次はリアショックに話を進めていくとリアショックはですね BMW のオーリンズモノショックをベースとしながらリザーブタンクは手元にあった R25 ですねヤマハ、えー、これのオーリンズのリザーブタンクを使って、えー、別体タンクを取り付けましたでもともとその BM のダンパーが車高調整ないので車高調整機能をつけてエンドアイの形状を NT1100 とか、えー、今回のフォーク11に合うような、えー、そういった形状のものを 選んでいますリアショックの部品代だけでも20万円を超えているのでやっぱり高額にはなりますけれどあスプリングレートとか減収力っていうところが NT1100 でかなりのもう10台までいかないですけど10台近く触っているのでだいたい分かっていたっていうところは強くてこれぐらいでまとまるかなとかバネレートに関しても最初からある程度見えている部分がありましたのでそこから原車合わせして間違いないっていうことを確認して取り付けていきました。 減衰力はですね、まあ久しぶり、最近 TTX が多かったんですけれど、このモノチューブですね、S46 って呼ばれるようなシングルチューブの、えー、サスペンションで、久しぶりに組んだんですけど、まあまあ悪くないような、えー、そういう形になりました。次回のオーバーホールの時にはフロントも含めて、前後の減衰力をもう少し詰めていけば、よりですね、あのす上質な動きにはなりそうなんですけれど、そうはいっても、 一般的なライダーの方が普通に乗る分にはもうこれ以上ないのではないかっていうぐらいにあのとても質の高いあの前後の動き動くところは動いて止まるところは止まるその滑らかななのにしっかりとしたっていうものはあの十分に感じ取っていただけるような状況になっています、えー、まあフロントフォークリアショックあってその次タイヤなんですけれどタイヤパイロットパワー 2CT っていうのはもう非常に古いタイヤですし、まあ、デザイン面でもそれほど 特別な部分はないんですけれど、必要にして十分、そして価格も安いというところの,その結局バランス感覚なんではないかなというふうに、えー、考えています、えー。前後タイヤで、前後のタイヤともこの溝がですね、サイドまで切れ込んでいるので、エッジグリップもそれほど高いわけではありませんが、逆に言うと、本当にあのレインコンディションでは強,強いグリップを発揮しますし、私自身ですね、あの雨、激しく雨が降る恵比寿サーキットで、 ドゥカティの 749R っていう車両でこのパイロットパワー 2CT 試したこともありますがレインコンディションでも十分だし晴れでも車種によっては十分です私の BT1100 ですね持ってるヤマハの BT1100 っていう車両これはあのアメリカンのエンジンで馬力で70馬力かどうかトルクでも1 0ロもいかないような車両だとむしろちょうどいいぐらいのグリップ力になってきますねあのタイヤの良し足っていうのはハイグリップとか グリップの最高値ってこともあるんですけれど、速度とか車重に合わせてタイヤがどれだけたわむのかっていうところも結構考えた方がいい要素であって、まあ、そういった面では街乗りで使う時のビッグバイクにはこのパイロットパワー 3CT がまあ非常にぴったりだなっていう、その私の感覚としてはそういうものがあります。最後で、純正のハンドリングとこの変更した車両はどのように変わって、そしてどういうふうに良くなったのかっていう部分を少し掘り下げていきますと、 ノーマルでもすごく良かったんですね。あの実は NT1100 っていう車両もノーマルのままでもすごく楽しいなというふうには感じていました。で同じようにこのフォーク11に関してもあのすごく楽しいなというのは初めて乗った時から感じていてサスペンションはあのすごくいいわけじゃなくてちょっと言い方誤解があるかもしれませんけれど安い材料を使ってどれだけ美味しいものを作れるかっていうそういうような、まあ、調理法というか演出になっていて。 だからこそ、そのスプリングレートとか減衰力が必要十分はちゃんと確保されているという、そういう感じでした。で、サスペンションの,その減衰とバネだけではなくて、車高とかですね、あの動き、そういった面がこういい感じに仕上がっているわけですね。だから、ノーマルでもなかなかいいじゃない。お客様もそのようなあのコメントされていまして、あのこれを上回るものを作るのは、しっかりとした、 あのただちょっと良くすれば、あ、良くなりましたね、みたいな風にはならないと思っていて、だからこそ十分に作り込みが必要だったんですけれど、その点ですね、このフォーク11で作った前後ショック、まあ、タイヤも含めて90万円ぐらいの価格なので、それはもう良くなって当然だっていうのはあるんですけれど、そうは言っても、ちゃんと作り込んだ前後のバネレート、減衰力、まあ、取り付けとかですね、インナーチューブのコーティングをするっていうところを含めて、あの非常に 良良くくななっったたと一言言えば良くなったじゃあ具体的にどうなのかっていうとやっぱりフロントとリアの連動性そして前後ショックの動きのまあその連動は何かっていうことなんですけれど以前にも話したことがあるピッチングセンターが明確に作り込めるようになったと純正の場合は調整機能がほぼないに等しいのでそのピッチングセンターをですね前後左右 まあ左右はずないですね前後上下にずらすのが難しい面がありますけれどそれをまあ思いのように動かせるとピッチングセンターが後ろにあると思えば前に動かせるしもうちょっと上っていうことであればそのようにすることができてそれがセッティングの自由度の本質だというふうに私は考えていましてその面からですね今回作ったサスペンションのフォーク11の前後オーリンズ仕様っていうものは、まあ、非常に緻密に作り込むことができたあの楽しいバイクになっているんだよということです。 もう少し乗り味というかですね、ハンドリングで言及するとなれば、えー、ブレーキを握り込んでいった時のこの沈み込みを、右手のこのレバーとですね、フォークの沈み込みが連動しつつ、リアの伸びですね、これが、まあ、ちょっと安定志向で重ためにゆっくり伸ばすとか、えー、細かくあのくるくる回りたいようなところでは、伸びの原子力をもう少し緩めて、あのまあ、ピッチングセンターを前の方に持っていって、あのキュッと、 まあミニバイクコースを走るようなイメージ、またはタイトコーナーとか、関東の方だったらご存知かもしれませんけれど、大観山のようなですね、大観山のようなあの180度ターンみたいな道でえうまく合うようにすることもできました。そういった点で、やっぱり高いサスペンションの何がいいのかっていうと、動きがいいだけではなくて、作り込むことができる。逆に言うと、その作り込みの明確なコンセプトがなければ、 どこにどう持っていったらいいかわからないから難しくなる反面もあります。ただ、私自身は明確にピッチングセンターをこの辺に持っていきたいっていうようなあの理念を持っているので、今回のようなあのお金をかけて作る車両はすごく楽しくなります。まあ、そこに到達するためにも動きの良さ、スプリングレート、減衰力の設定っていうものが必要になってくるという、まあ、そこに帰着するわけですね。あの最終的にここののの車両の何が一番良かったのかったというところは、 まあ正直、サスペンションよりはエンジンだなというふうに感じました。V 型に気筒に近いようなこう押し出しの強さなのに振動は少なめ。CRF の1000の頃からこの車両っていうかあのエンジン良さそうだなっていうのは目星はついていたんですけれどあの乗る機会がなくて NT1100 で初めて乗りました。で、今回のフォーク11でそれが確信に変わったというようなことですね。ですからこの CRF 系のエンジン積んだ車両に乗る方はあのそのエンジンもあの楽しみつつ そこにちょっと飽きが来たら、今度はサスペンションに手を出して、弊社に依頼いただければ、これ幸いということで、えまあ、最後はちょっと営業になりましたけれど、あの少しでも車両改造の参考になれば、えー、私にとっても嬉しいなというふうに感じております。それでは、今回の動画というかですね、まあ、ポッドキャスト、ラジオは以上となりますえ。聞いていただきありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。さようなら。